阪神の4連勝の内容がヤバすぎる。全試合逆転勝利。今んとこ7月は好調やな。安心感のある試合運びだった。てか打撃が復活してくるとは思わんかった。7月はやっぱり良くなっていくんか。阪神に。カープ4位を目以外に早く落ちてきたな。ナイスゲーム。この打線へは小畑あっという間に OPS600 超えたな。7月で650まではいくんちゃうか。中日戦巨人戦と4勝1したいな。打線が小畑野口がヒット打つので見ていて楽しい。明日は試合ないから中日応援か。リリーフ3人ともパーフェクトなのも良かったな。明日は試合ないんやで、残業でもするか。最高の勝ち方やったな W。 やっぱり野口へは。小畑は木浪帰ってきてもレギュラーやろうな。小畑は腐っても2軍で330打ったバッターやなって感じる。大竹は球威やスピードのなさを頭で勝負してるのがまさにプロですし。来週は青柳入れて大竹を広島に持ってくんか。大竹なんやかんや10勝しそうやな。引き出し用意は。先制試合14連敗4連勝明後日からもどんどん先制されていこうぜ。なんとら速報、まあ、これからも阪神タイガースの動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。